こんにちは、暮らしとコーヒーの動画です。今日のテーマはこちら、最強のペーパーフィルターを決めろ、波形フィルター頂上決戦です。暮らしとコーヒーの動画。はい、こんにちは。こんにちは、暮らしとコーヒーの動画です。はい、気合の入ったオープニングありがとうございました。はい、意味を分かってないんですよね。はい、もうやれって言われてやっているというねというところなんですけれども、はい、まあいよいよコーヒーが美味しい季節がやってきておりまして、どんどんねやっぱホットコーヒーも飲まれるようになってきたと。もう夏はやっぱアイスコーヒーばっかりだったんですけど、はい、いよいよ僕らが本領発揮できるタイミングがやってきたなという感じでございますが、今日するテーマがこちら、波形フィルター頂上決戦。はい、まあいわゆるウェーブフィルターというやつですね。夏目店長イメージありますか、ウェーブフィルター。イメージ、うん、あんまり種類がない。ああ、ありますよね。こんなにあったんだ。でもそうそう、なかなか、うん、あこのカリタのウェーブフィルターしか売ってるのを見たことがない、はいはい、確かにこの中で普通に買えるのはこのカリタのウェーブフィルターだけですね、あとはかなりこう、でもね一応今回は日本国内で正規流通してるやつっていうので集めてます。カリタのウェーブフィルター、これがやっぱ匂いとか味とかがちょっとあってもペーパーリンスが必須っていう風に僕らは言ってるんですけれども、やっぱそれはめんどくさいと、もっといいペーパーないのかっていうので長年そこって言われてきたんですよ、でカフェクさんに作ってほしいとかいろいろあったんですけど、まあ今現にこんだけ出てる。なんでこんなに出たのかっていうとですね、ヨーロッパアメリカでもうメインストリームなんですよ。あ、そうなんだ。そう、波形フィルター、まあ、波形フィルターって、まあ、端的に言うと、ニハゼ以前に向いてるんですよ。ああ、アサイリとか。そう、サンを。そうそう、短時間で濃く出せるっていう特徴があるので、すごくこう、アサイリとかに向いてる。で、向こうって多いじゃないですか、アサイリが。だからもうこれが今メインストリームを取ってるんですけど、その中でまあ各メーカーがこの波形に合ったドリッパーを出してきて、それに専用のペーパーっていうのをどんどん出ていってるっていう感じですね。今もやっぱこのドリッパーに関してもやっぱヨーロッパ、アメリカっていうところが開発の中心になってる。波形フィルターを使うっていうことは、ドリッパーもこの平らなやつですよね。そうです、向こうではね、今ね、フラットボトムって言われてます。平底、で、まあ線形と同じですよね。あの円錐はこう落ちるけど、線形とかこういうフラットボトムっていうのは一回下で受けて広がってから落ちるから濃さが出るっていう、まあすごく分かりやすく言うとそうなんですよ。っていうのに対応したペーパーフィルター、というものが今現在 1,2,3,4,5,6,7 種類集まっておりますが、はい、まずそれぞれのペーパーのことを簡単に説明していきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。暮らしとコーヒーの動画、簡単にペーパーの説明をしていきたいと思いますが、はい、こちらです。はい、これは何ですか。これはよく見るカリタのウェーブフィルターですね。はい、185ですね。155と185があって、155はかなりちっちゃいんですよ。なので、まあ、185買っとけば問題ないってことですね、はい、メリットとしては非常にお求めやすい、この中で一番安いです、値段こんな感じ。なんでやっぱこれ使う人が圧倒的に多いですね。でもやっぱ安いがゆえにか問題はいろいろあってっていうところ、でこれに代わるペーパーを今日この動画を見てる人たちは探しに見てるんじゃないかなっていう感じがありますけど、今のところ海外でも日本でも主流なウェーブフィルター、波形フィルターはこちらのウェーブになります。はい、はい、のまずウェーブですね。はい、はい、じゃあ続いてブルーボトルコーヒーさんが出してる、はい、あのフィルターで、これなんか竹の繊維が入ってるみたいな。あ、そうそうそう、茶色いけど竹の繊維が入ってるバンブーを使ったウェーブフィルター、でサイズ的にはやっぱ185と同じかちょっと大きいぐらい、業務用の縦露酒を思わせるようなサイズなんですね。これも入手はしやすいですね。ブルーボトル行ったら買えるし、ブルーボトルのオンラインでも売ってる。そうですね、はい、ですので、まあ、こういうブルーボトルのコーヒーフィルターがあります、ブルーボトルはもう今このフラゾコがやっぱり、まあ、アメリカの会社ですからね、なってるというところですね。はい、はい、続いて入手しやすいものからいく。あ、何でもいいよ、何でもいいですよ、はい、じゃあ手に取った、はい、土佐和紙ドリップ。いや、僕これ大注目なんですけど高かったんですよ。高いなって思って出たし、まあ和紙だからこれコーヒーメーカーが出してるとこじゃないですよね。そうですね、まあ一応これ用のドリッパーもあるのかな。土佐和紙コーヒーフィルター45万円でお値段こんな感じです。まあちょっと高いですね。高いけどやっぱりこうジャパニーズトラディショナルペーパーというか、日本の技術、伝統技術で作りましたっていう、まあ世界で戦うためにだった先見の明があったのかもしれない。世界が波形になった時にこのペーパーどうなのっていう、これもちょっと気になってると思いますね。
ね、皆さん。これはどうやって買ったんですか？これ普通にオンラインで売ってます。土佐和紙ドリップ。土佐和紙ドリップ、はい、売ってます。ということです。はい。はい、と、まあ、この2つもまとめていきましょうか。はい、これがまあヨーロッパですね。ヨーロッパとアメリカだ。こっちがエイプリルっていう、はい、あのイケメンのパトリックっていう人がやってるロースター、うん、エイプリルってコーヒーショップなんですけど、うん、がパトリックがパトリックのコーヒーを安定して美味しく入れるために開発されたのがエイプリルドリッパー、うん、あーパトリックのコーヒー用のドリッパーってこと？そうそうそう。でも めちゃくちゃ売れてる。へエイプリルは今結構日本でも売れてるって感じです。でデンマークなんで、はい、バチバチに朝入りなんですよ。デンマーク朝入りなんですね、うん、なんで、まあ、そういうところに特化したペーパーもう分かりやすいですよね。そのロースターがうちのコーヒーこれで入れたら美味しいよっていうのを明確に打ち出してるのが、まあ、世界的に今ヒットしてるのペーパーフィルター、はい、エイプリルですね。で、片やこっちはどこですか？フェローですね、はい、フェローさんもね、実はドリッパーあんまり日本ではまだメジャーになってないんですけど派遣ドリッパー出してて、で、それにペーパーフィルターも出てるというところですね、はい、ヨーロッパ対アメリカって感じですね。はい、という2社、はい、とこれはい、タイムワンも実はペーパーフィルターの派遣ドリッパー出してるんですよ、はい、クリスタルなんちゃらっていうやつ、それ用のフィルター ありましたね、はいはいはい、あれ専用ペーパー出してるので、あ、そうなんですね、うん、これもちょっと気になるなと、はい、アマゾンとかで売ってないから、まあまあやっぱ入手するのになんかハンズで売ってるって噂を聞いたけど、はい、はい、っていう波形フィルターがあるのと、最後これは、まあ、これもなんですけど視聴者さんリクエストで、はい、ツイッターでお伺いしたんですよ。足場リスト、はい、どのペーパーやりが気になりますか波形でって言ったら、波形じゃないけどっていう前置きがありながらもやっぱ縛リスト上げてきた方が多くて、すごい高いやつでしたね。高いやつです。これがあるからこれがそんなに高く見えない。高いです。折って折って作るフラットなやつです。ナロー君のところでは使ってるんだけど、ナロー君折り紙めっちゃ好きらしくて、本当の折り紙ね。でこれを折ってる間無心になれて超気持ちいいですっていうフラットですね。フラットのペーパーが入っております。まあ、気になるよね。やっぱ値段も値段だし、自分で買ってやるには高いよね。嫌よね。っていうことは僕らがやらないといけないっていうやつですね。という全 1,2,3,4,5,6,7 種類のペーパーを用意しました、はい、まずペーパーに味があるかどうかっていうのをチェックしないといけないので、ドリッパーを固定して、まあ、ドリッパーちょうどね、あの気になってたパトリック、パトリックさんのパトリックのところのドリッパーを作ったんですね。まあドリッパー作ったからペーパー作った。まあそうです、ね、はい、エイプリルが、まあ、ちょうど4色可愛いのがあって、ちょっとナルオチ一緒に送っといて、送ってもらったペーパー自体の味をこれからチェックしていきたいと思います。では行ってみよう。やってみよう。暮らしとコーヒーの動画、はい、ということで皆さんが一番気になってるであろうペーパーの味、そこですね、そこを見ていきたいと思います。でやり方なんですけど、こちらに用意したサーバーに 200ml ずつお湯を入れて、その中に2分間ペーパーをつけます。で、それぞれの味を見ていくという地獄の企画でございます。では早速ペーパーをお湯につけていきたいと思います。このね、ウェーブフィルターが嫌いな人の理由の中に取りづらいっていう人もいる。それすげえわかるわ。はい、お湯に浸かりました。では2分を測っていって、それぞれの味を見ていきたいと思います。さあ、地獄の撮影が始まりましたよ。夏美店長、大変ですな。いやだ。はい、ということで抽出は完了してませんが、ペーパーは完了しました。はい、ドリップするときにね、ペーパーがやっぱ2分ぐらいはお湯に触ってるということをもとに、お湯に2分間つけてます。で、抽出温度ぐらいのお湯ですね、はい、2分間つけてるのでペーパードリップと同じような環境にはなってるのかな。で、ここで出てる味がペーパーの味、うん、
ということになると思いますので、はい、それがこの検証の根拠になっております、はい、でどれがどれかわからないようにシャッフルをして番号を貼り替えてます。どれが良かったかをちょっと探していこうかなと。見た感じどうすかな、つまってんちょ、うん、そんなには光の加減かな、はい、水色で言うと、そんな分かんないな。明らかに濁ってるとか色が出てるっていう感じはなさそう、うん、では始めますよ。暑いからね。いやー、やっぱ味はするね、うん、2番きついな今回の検証。3番じゃあ次、4番はい、うん、あ、一通り飲み終わりましたけど何個かきついのあるんで、はい、ありました。はい、もうきついのと、うん、きつくないというかそこまで思わなかったので今とりあえず2つに私はグループ分けをしてて。なるほど。じゃあ夏美店長、うん、改めて聞いていいですか。今味があったのとなかったで分けたと思うんですけど、うんうん、このあったものとあんまりなかったものの差はどれぐらいですか。うんうん、全然違う。そこは違いますね、はい、これ一口にウェーブといってもだいぶ違う感じはありますね、はい、はい、では僕たちが味があると感じた検体は検体せーの1番と3番1番と3番あー一緒なんや。明確に味がありますね。そうですね、味もある味っていうか私はそのもうお湯の粘度自体がちょっともう違う、うんうんうん、っていうように感じました。ちょっと重いっすよね。重い、そう、うんうん、でそれがやっぱり味の部分にも出てて、やっぱ紙臭いパルプ感、うん、ティッシュみたいな。あーティッシュ、はい、ティッシュ口の中に入れたよって味が、うん、最後ちょっと甘み、そう、甘みが変な甘みがあってっていう感じなんですけど、あとの5つに関してはまあ味がついた白湯だなって感じですね。粘土そんなに特有の味がないというか、うん、まあそんなに嫌じゃなかったよっていうのが5つあったんですけど、はい、この5つの中でこれかなって思うのは、うん、ちょっと待って、オッケー、はい、はい、いいっすか、はい、では一番、まあ、味がそこまでしなかったなって思うものは、うん、せーの、これ2夏美さんは7お、分かれましたで、2が何ですか。土佐和紙です。あー、やっぱり値段相応の感じが悩みました、私も本当、2番2番良かったよね、はい、うん、なんか嫌な味じゃないけどクリアっていうよりはちょっと固有の味はある感じは薄いけどね、それもね、うん、うん、探していく感じ。あー確かに、これなんかブラインドでやっても分かるかもね、どれが土佐和紙か分かるということで僕は土佐和紙がそんなに味がしなかったなっていう感じですね。で夏美店長7番なんですけど、7番何でした。シバリスト。あーなるほど、シバリスト良かったんだという感じだったんですね、うん、ちょっと後に関してはまあ多分問題ないだろうっていう味なんですけど、なんかめちゃくちゃ探して結構探す、あの、うん、あ紙っぽい味はあるけど、うん、どれも強弱としてはそんなに違いがなくて、うん、ただ紙の種類の味が違うってことですよね。あ、そうそうですよね、はい、と1番と3番がこれだけはもう確実におかしかった、うん、これは味に影響が出そうだなっていうところですね、うん、ではこれからさっきのエイプリのドリッパーを使ってドリップをしていきます、はい、でもう抽出に関しては
レシピとかじゃなくて比較検証用なので蒸らして一発で落とす、うん、再現性を上げていきます。で、味がどれぐらいどうなのか、うんうん、お湯の段階ではこうだったけどコーヒーになったらまた変わるかもしれないから、そうですね、これからコーヒーにして比較していきたいと思います。はい、はい、はい、では抽出をしていきたいと思います。今日のレシピは検証用なのでこんな感じです。多分それがさっきのペーパーの味でマスクされる。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか。気に入っていただけましたら高評価、チャッチャッチャ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またインスタグラム、X と SNS もしておりますのでそちらの方もフォローいただけると嬉しいです。はい、フォローよろしくお願いいたします。それからクラシトコーヒーが初めて都内で開催するイベントのことを教えてください。9月の30日と10月1日に行われる東京コーヒートーグフェスティバルの入場券チケットです、ね、チケットが、はい、発売開始になっております。はい、今回の発売分がもう2時間ごとに区切ってまして、なるべく長くゆっくり触ってもらえるように完全にチケット制で、イベントを開催することとなりました。チケットを買うと確実に入れるので、まだ販売が続いてたらそちらの方ぜひ買ってコーヒー道具をたくさん触りにいらしてください。2つ目の商品も買い取りますし、各メーカーさんもいらっしゃいます。はい、さて来週のクラシトコーヒーの動画はガテマラご存知ですか。夏さんご存知ですけど今ガテマラがむちゃくちゃ変わってきてるけど、はい、その情報があんまり入ってきてない。で、その情報をうまく僕らキャッチできたんで、来週はガテマラという産地がどういう風に進化しているのかっていうところをお伝えする配信にしたいと思っております。はい、はい、ぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。はい、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画です。